皆さん、こんにちは。協定にはルールブックこそありませんが、レース方式や違反行為は明確に定義されています。協定で何度か勝負したことがある方ならこれらのルールはご存知でしょう。ただ中には選手のみが知る暗黙のルールが存在します。そこで今回は協定のレース中の暗黙のルールについて5つご紹介していきます。協定にはレースを公正かつ安全に執り行うためのルールがあります。ルールは大きく分けて基本的なルールと暗黙のルールの2種類。基本的なルールは冒頭で紹介したスタート方式や違法行為などでルールを破ると罰則があります。対して暗黙のルールは選手間で定義された取り決めのようなもので罰則があるわけではありません。しかし暗黙のルールを破ると他のレーサーから叱責、レースを乱す選手としてレッテルが貼られてしまいます。だからこそ選手はこの2種類のルール全てを熟知し安全にレースへ臨む、選手としての名誉を守ることが重要です。暗黙のルールは選手道とも言われていて、スポーツマンシップと言い換えることもできます。協定の代表的な漫画モンキーターンで頻繁に出てくる用語なのでご存知の方も多いでしょう。では具体的にどんな暗黙のルールがあるのでしょうか。ここからは暗黙のルールを5つご紹介します。1、6コースは前付け後の回り直し禁止。協定は因果有利というセオリーがあります。なので待機行動で 1,2,3,4,5,6 と枠番通りに進入した場合は1号艇が有利になるのは言わずもがな。ただ待機行動中に外枠の選手がインを取ろうとする、前付けをしようとします。簡単に説明すれば、例えば4号艇の選手が3コースへ、3号艇の選手が2コースへ前付けを行い、どこからスタートするかを待機行動中に決めていくというわけです。そのためマイレース枠番通りに進入するとは限りません。前付けはレース展開に大きく影響する要素なだけに、選手間で取り決められている暗黙のルールもいくつかあります。代表的なのは6コースは前付け後の回り直し禁止という暗黙のルール。回り直しとは自コースが不可因になった場合、もう一度回って外からやり直すということです。簡単に言えば、前付けを行おうとした選手がやっぱりやめたと元の位置に戻ることです。なぜこの回り直しが6コースが禁止されているのかというと、大外の選手が前付けしようとした場合、内側の選手が抵抗し自コースを守ろうとします。するとブロックした内側の艇は助走距離が短くなるためスタート難易度が上がります。対して6コースの選手は元のスタート位置に戻れば影響はほとんどありません。つまり故意に前付けからの回り直しをすればスロー勢よりも有利にレースを展開することが可能です。一方の仕掛けで片方が不利になり、片方のダメージがないということになるため、このようなスポーツマンシップに反する行為はやめようという紳士協定です。もちろんルール上は6コースから前付けした後に回り直しをしても問題ありませんが、相手選手をリスペクトしていない行動として激しく糾弾されてしまうようです。 2. 前付け抵抗艇の内側への割り込みは控える。2つ目の暗黙のルールは前付け抵抗艇の内側への割り込みは控えるというもの。これも前付けにまつわる暗黙のルールです。例えば前付けしようとする6号艇を1号艇がブロックした場合、1号艇の内側にはスペースができます。そのスペースに2号艇がうまく入り込むことができればインをこっそり奪うことが可能です。そうなれば2号艇が勝つ可能性が高くなるのは言わずもがな。隙をつけばいくらでもインコースに入り込むことができますが、スポーツマンシップとしてよろしくありません。またそれを行うことを許されてしまうと試合の見応えも半減してしまいます。このような理由から前付けを防いだ体のインコース割り込みは暗黙のルールとして禁止されています。 3. 艇同士の多少の接触は問題ない。3つ目の暗黙のルールは艇同士の多少の接触は問題ないというもの。前付けからも分かる通り、協定は至近距離でレースが展開されます。そのためボート同士が接触することも少なくありません。
故意に妨害して転覆させた場合は違反行為となりますが、どの選手も全力で走ると意図せずに手同士がぶつかってしまうこともあります。これをいちいち不良構想にしていては迫力のないレースばかりになってしまうため、多少の接触は禁止されていません。だからこそ我々は迫力のあるレースを観覧することができるのです。 4. 新人は高度なテクニックを利用しない。競艇には様々なテクニックがありますが、難易度が高くなるにつれ危険が伴います。そのためデビューしたばかりで経験が乏しい新人選手は高度なテクニックの使用は禁止。具体的に禁止されているテクニックは、絞るとつけまいの2種類です。絞るとはターンマークで外側の手が内側の手をまくるためにスタートした直後に内側に射高することを指します。つけまいは縦への外側にぴったりついて全速ターンをして外から抜く技です。加えて相手の推進力を弱める効力があるのが特徴です。どちらも完璧に決まればアウトコースでも着順を上げられるテクニックですが、決めるためにはスピードを緩めずに旋回するテクニックが必要です。無理して行うと転覆や落水のリスクが高くなる危険性があるため、師匠からの許可がない限り新人選手は使うことができなくなっています。水上で行うスポーツは常に死と隣り合わせのため、この暗黙のルールができたのでしょう。5. 新人は6コースから進入。5つ目の暗黙のルールは、新人は6コースから進入というもの。デビュー半年から1年の新人選手は4から6号艇に配置されることが多くなっています。しかしそのような時でも新人選手は待機行動中に6コースへと進入します。養成所を出たばかりの新人選手はまだレースに慣れていないため、4コースや5コースでスタートしてしまうと他の艇に挟まれて大事故の原因になる危険性があります。競艇は旋回時の巻き込み事故が多く、周りを巻き込んでしまうと選手生命を脅かすほどの大事故に発展する可能性もあるため、これは必要不可欠な暗黙のルールなのです。そのため6号艇の時は当然6コース進入、4、5号艇の時も外側に回って6コースからスタートする暗黙のルールがあります。加えて新人選手はたとえ不利なコースからのスタートでも前付けすることは禁止。基本的に6コースからのスタートというのが暗黙のルールとなっています。競艇場の番組を作っているスタッフの方もまず安全を第一に考えているため、新人選手はアウトコースに配置するのが一般的。暗黙のルールがあるため相対的に6コースが多くなります。新人選手はレースに慣れてきたり師匠から許可が出たりすると枠なり進入になります。いかがでしたか。今回は競艇のレース中の暗黙のルールについて5つご紹介しました。これらの暗黙のルールは理解していなければ大きく負けてしまう要因になります。競艇に存在する暗黙のルールを理解した上で適切な解明を検討していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。